にちは。取材班高田です。今日はねちょっと怖いっすね。あの山ん中のポツンとした一軒家の廃屋を探索しに来たんですけど、消火栓埋もれてるね、雑草に。ここです。これねちょっと怖いんすよ。ここ昼間だってのになんかすごい薄暗いしね。ここまずあの家まで近づけるかどうかっていうやぶこぎがある。ちょっと行ってみます。地面に穴とか開いてたりする、そういう物理的な怖さもあるけど、この辺はでも大丈夫かな。穴開いてないみたいだな。よし、これですよ。なんか今日は怖いな、あれも小屋のなんか小屋の遺構かな、あれも、あ、でも奥の方潰れちゃってるのか。横の方も小屋が潰れてますね。ここは池か。こういう風にね、やっぱりなんか穴開いてるからね、物理的な怖さもありますが、とりあえず近づいてみよう、この廃屋に。何だったんだろう、なんでこんな山奥に一軒あるんだろう、家がポツンと。自然に帰っちゃってるね。よいしょ。ほんとね、藪の中歩くんでね、あの穴開いてると怖いんすよね。ちょっと電気つけます。ついた？ついたね、こっちの玄関からちょっと見てみるか。雨が降ってるな、今日は。天候も悪いしな、今日は。いけるかな。いや、もう長年放置されて多分雪とかで潰れちゃったのかな、おそらく。うわ、結構大きい屋敷だなこれは。うわ、すごい廃墟臭、ものすごい廃屋臭がします。ガーデニングされてたみたいですね。いろいろ鉢植えとか落ちてるよ、入り口に。これ梁が、これ天井の梁が落ちちゃってる。カセットテープ、なんかいっぱいあるな、カセットテープが。なんだろう、暴れ駒、カラオケの歌のカセットテープか。ちょっといけますかね、ダメだ、これ踏んじゃうわ、カセットテープ。しょうがない、しょうがない、行こう。左側の壁はもう完全に崩れてますね。あ、残留物もちょっと残ってるんだ、ここ上がってみようか。この先は無理だね、潰れちゃってるから。これ当時のさあ置物、ブルドッグ、こういうの残しちゃってどっか行っちゃったんだ。木彫りの置物、何が、軽いです、何も入ってないな。やっぱり廃屋臭がする、すごい匂い。まあまあ大きい家ですね。
結構山奥だからやっぱ住めなくなって里に降りちゃったのかね。お風呂、外がちょっと雷が鳴ってきた。雑誌だよ、古い雑誌だね。これはちょっと待って、スーパージャンプか。あ、スーパージャンか、スーパージャンプだ。階段の裏側、いやここちょっと床崩れる可能性あるな。よいしょ、抜ける可能性があるっていうか抜けてるしね。あ、年賀状落ちてるけど、まとるのはやめておこう。ここが厨房、あーまあ台所か、台所。いや、ちょっとこれ行くか。行ってみるか。うん。どういう暮らしをしてたんだろう。あ、台所はちょっと床、しっかりしてる。うん。冷蔵庫が横倒しになってるね。天井もちょっともうダメですね。ここも結構古いね。使ってる残ってる食器も、あ、これ、あ、抜けそうな気がするな。危ない、うん、ちょっと危ないから出ます。ここ出よう。特になんかめぼしいものも残ってないね。はい、食器類とかそういったものがここはあるぐらいですね。よいしょ、知ってよ。あ、鏡だ、猫の鏡。これさ、この下穴開いてるんだ。これはすごいな。あ、2階はね、2階もあるんですよ、ここ多分ね。ちょっとね、行くのやめます。2階はめちゃくちゃ危ないと思う。ここはトイレか。トイレですね。汲み取り式かな。うん、なかなか木の扉はちょっとおしゃれだな。子供用のトイレ、これ開かないや。特に何もないね。薬の瓶まだ入ってるね。手洗い場、鏡が残ってるわ。まあこんなもんか。うん、裏はすぐ山ですもんね。ここ大雨とかちょっと怖いっすね。山だと土砂崩れとかが。これは蔵か。蔵があるんだ。暗い蔵だね。うん、漬物石とかそういう感じか。まあ、蔵開いちゃってる。あ、いや開いてないか、閉まってますね。
閉まってるから、まあ行かずに置こう。衣類か。衣類と、あと、まあ、人形だね。日本人形が置いてある。あと、なんだろう、結構高級そうなバッグが。婦人用バッグみたいな。ちょっと雨降ってきたな。何もないですね。ちょっと戻ります。よし。じゃあちょっと雨降ってきたんでね、今日は早いですけど、この辺で今回探索を終えたいと思います。またね、Google Earthで発見した場所、もし興味があるところがあれば行ってみたいと思います。取材班高千穂でした。